各種城は、備中国川上郡成和にあった、日本の城。別名、成和城。平安時代終わりの文治5年に、欧州合戦に、功績のあった河村四郎修正が築城したと伝えられている。天文2年、星田を本拠としていた、備中の戦国大名、三村家地が城郭を整備拡張した。拠点を各種城に移した家地は、勢力を拡大した。 a 6四年、三村家地下、元親父子は、本教を、微中松山城に移した。その後は、一族の三村近重、親旋父子が城主となった。a 6九年、宇喜多直家によって家地下が暗殺されると、微中兵乱が激化した。元親は、織田信長に味方し、これに反対した近重父子は、三村一族から離反して、毛利氏に味方し、各種城主には、 三村地下主家が上司となった。天正三年毛利軍により攻略され各首相は、落城、城は再び、下主家、親旋伏に安堵された。しかしも当屋の毛利氏からの離反を止められなかったため、所領を削減された。慶長五年関ヶ原の戦いの功績により成りの、地で七千国を得た、岡下春が入城した。だが、慶長十九年大阪の陣で下春の長男、 おかひらないが、大阪方に味方したため、大阪落城後、家シは切腹させられた。現那3年、成岩に違法された、山崎家春が入部した者の,の各種山六に、成岩陣屋を築いて入ったため、各種城は廃城となった。ありがとうございます。